とは。とは。お前はユーフォニアだ。どうした、マヤ。そうだ、俺は。大丈夫。なら、よかった。身動きが取れないから、これじゃあ何もできない。ああ、そうか。そうだな。マヤ、これを。これはお前がいつも身につけていたものだ。この日のために俺がずっと持っていた。さあ受け取ってくれ。ずっと持っていてくれた。マヤになんかならねえよ。なかなか圧巻の演技だったぞ。そりゃ息子だからな。だが普段のだらしないお前の方が俺には魅力的だ。言ってろ。撃たれた怪我は平気か？そっちこそ。今のところはまだ動ける。
そうだな。あんたか。どうも。そうだね。なあ。そうだな。そうかい。いや。じゃあね。体調は？まあまあ。そうか。マヤの日記を探すために榊が所有している部屋を回ってみようと思っている。一緒に行くか？ああ。でもお前こそいいのか？何がだ？お前の目的は。ここまで来たら俺も最後まで知りたいんだ。そうか。はじめまして。どちら様？突然すみません。小早川に頼まれて届け物を。小早川？エイジといえばわかりますよね。エイジか。こちらを。カード。
確かに届けました。私はこれで。で、あんたは誰なんだ？井上理沙と申します。小早川に代わってこの町の担当になりました。担当？何の担当だ？小早川も私も警視庁特別捜査官です。話は聞いていた。エイジは警視庁の人間だったのか。みたいだな。それはエイジからの届け物らしい。捜査官だったとはな。それを知ってるってことは、リサさんから僕のプレゼントを受け取ったってことですね。このカードキーの束か。はい、そうです。榊さんが所有してた部屋のキーなんで、頑張って回ってみてください。お前が車の中で話していたことは嘘だったのか。情報を得ることで新興味を潰す機会を伺っていたんだろう。それでよかったのか。逆転の発想ですよ。本土にはほどほどの情報を流して新興味を守ろうと思ったんです。でもそれもあとちょっとのところで長寿ならずでした。いや、本当に残念だな。トワさんがマヤさんになるなんて、こんなに面白いことはもう二度と起こらないだろうって思ったのに。お前、まあまあ怒らないでくださいよ。榊さんの計画は失敗しちゃいましたし、もう全部終わりですから。新興味のバランスは崩れました。僕が好きだった危うい銀行は消えてなくなる。とても残念ではありますけど、最後にトワさんがマヤさんを演じたところを見られただけでも良かったです。あの演技は本当に素晴らしかった。って感じで僕は退散します。これから上の人たちにこってり怒られるターンに入るんで、もう会うことはないでしょうけど、今まで楽しい時間をありがとうございました。結局俺たちは道化を演じてたってことなのか。途中まではな。けど最後は俺たちを操る糸を引きちぎって舞台を台無しにしてやったんだ。意趣返しとしては最高だろ。